おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は2月5日2月になりましたよ、うん、ね、12ヶ月のうちの1ヶ月も終わりまして、12ヶ月のうちの2ヶ月目に入りました、はい、ということで、よろしくお願いします。はい、はい、双子の日です。はい、双子の日です。心合わせて双子、はい、まあね、はい、っていうのがありまして、はい、双子ジェミニですね。はい、そうですね、はい、育児がしやすい環境を作り考えていきましょうという日となっております。はい、はい、はい、でもう一つ、はい、プロ野球の日です。お、1936年、うん、昭和11年の2月5日に全日本職業野球連盟により、ね、プロ野球って言えなかったからね。そうなんですよ、当時、ね、はい、が結成され、成プロ野球が誕生したことを記念した日です。そんな時代なんだ。そうですね。でも多分昭和11年ということはもう本当に戦争がもう間近に迫ってる、うん、そうですね、入ったか入ってないか、日中戦争がいつからやったっけって感じなんで、うん、昭和9年ぐらいになんかいろいろ起こってるから、うん、多分もうね、えらい時期やと思うんですけど、はい、でもそんな時期でもね、はい、プロ野球を設立してたんですね。はい、7チームだったそうです。7チーム、はい、はい、巨人軍、はい、阪神、今の阪神タイガース、はい、でオリックスバファローズ、はいはいはい、中日ドラゴンはい、でまあまあちょっとオリックスはね、オリックスは当時なかったんで、もう違う球団なんですけどね、阪急、はいはい、軍、阪急ですね、はいはい、名古屋軍とか、ああ中日ね、中日は名古屋軍ですね、はい、はいはい、っていう風に、うん、プロ野球が始まった日となっております。はい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 、まあ、僕実はね、プロ野球本当ね興味ないんですよ。僕もない、興味ないっていうかね、別にね、その選手は素晴らしいと思うし、はい、大谷君とかすごいと思うし、イチローさんもね、はい、尊敬してますし、素晴らしい選手はたくさんいらっしゃるんですけど、別にどこの球団を応援してるとかがないんで、うん、でだから一緒に行く人が好きな球団を一緒に応援してるみたいな、ね、はい、そうですね、僕も見に行くのは行きます。そうそうそう、だから甲子園も何回も行ったことあるけど、自分からこうテレビ見るとかないですね。ないですね野球やってるから見ようじゃなくて、野球やってたら変えない。もうね、そんな人が多いからどんどん野球が地上波から消えていくというね、はい、話になるんですけどね、はい、まあしょうがないですけども、はい、はい、で、はい、もう一つ、はい、今日は2月5日、はい、ニコニコです、はいはい、はい、ではニコニコ帰りまーす。おー、帰んねや、おー、おー、はいはいはい、はい、ニコニコレンタカーの日やないねんな、はい、まあよ、それはええか、それはええか、はい、はい、はい、ということで、まあまあ2月5日なんですけどね、はい、まあコロナもね、マンボウ、もうマンボウ言うとあかんねんでって一応国会では言わへんことになってるマンボウですね、はい、はい、なっておりますので、きっと皆さん自粛またなんかいろいろ言ってるんかもしれないですが、はい、現時点では何がどうなってるのか分かってない。そうですね、はい、はい、多分この、マテリアルも、多少、自粛の嵐になってるんかなっていう感じですけども、はい、まあとにかくね、もうやり過ごすしかないというか、そうです ね、もうね、いろいろやっていくしかないんで、ね、てかもう人流抑制意味ないやんっていうのは前回の5波で分かったから、はいはいはい、もうこの後どうするっていうところが本当に、なんやろう、エビデンスのあるちゃんとした対策になってるのかがちょっとよく分かんないですけどね、正直なところね、はい、とにかくこの嵐が吹き抜けていくのを待つしかないかなと思いますが、はい、皆さん、できるだけ協力し合ってですね、そうですね、早く過ぎるように頑張りましょうという感じなんですが、はい、そんな中、マテリアルがですね、はい、何かちょっと新しいことやってみようということなんですよね。そうですね、新たなチャレンジは、はい、準備を始めたと、はい、でその準備を始めたということを、はい、今日ここでお話していただくと、プレゼンしていただくという感じですね、はい、あ、プレゼンしていいんですか。あ、どうぞしてください。させていただきますけど、はい、はい、まあマテリアルというかね、はい、演劇派から、あ、そうや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 、はい、そういうことね、劇団です、はい、劇団の方ですね、劇団なんですけど、はい、じゃあとりあえず判定員さんお願いしますこれ4番と入られへんからな勝手に入られへんからね、はい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 はいはい、あ、ないんです。やったやった、嬉しいわこれ、やっとモテた俺、もうさだってもう、ね、この間これでな、もうえらい目をだからね、そうそうそうはいはい、はい、という感じでございます、はい、大丈夫ですか、はい
なんか最近ちょっと後ろで2人なんかさ、これちょっとなんかあの更新し合って楽しんでるような、なんかアイコンタクト、アイコンタクト、はい、というまあいろいろ楽しんでるんですけどもね、みんな、はい、はい、それでは行きたいと思います。はい、ではこのプレゼンありかなしかスタート。演劇派カラーズという劇団をマテリアルを持っておりまして、はい、はい、ずっとね、うん、あの舞台ができなかったんで、そうですよね、我慢ができないんです。はい、はい、はい、やりたくてやりたくて、はい、しょうがないんですよ。はい、はい、なので、はい、映像を撮って、はい、YouTube でアップしています。なるほど、はい、お、それなんですが、うん、まあ、舞台をやっても、うん、なんか面白くないな、うん、やっぱり舞台の生って見ない、うん、生で見ないと、うんうん、舞台の臨場感伝わらないので、はい、そうじゃなくて、うん、じゃあ何をしようかということで、うん、朗読します。ああ、なるほどなるほどなるほど、なるほど、はい、でも、うん、ただの朗読すると思わないじゃないですか。まあ音声の朗読とかでもいいんですけども、うんうん、でもやっぱりあの YouTube で流すので、うん、映像あるじゃないですか、はい、ただ単に読んでるの見せても、うん、でしょ、なんかね、ずっと絵代わりしないですからね、ずっとね、まあ、うちの新谷優香と山口葵なんですけれども、うん、まあ一人ずつやらせますけども、あ、そうですね、はい、うん、あのずっと読んでるとこ見せても仕方がないということで、で場所をここでやります。はい、はい、ここで撮ります。はい、はい、そしてあのライブ配信ではないんですよ。うん、映像撮って、はい、それをまあ少し編集させていただいて、はい、でそれをまああの発表していこうかな、はい、配信していこうかなと思ってるんですけれども、はいはい、まず作品はもう決まってます、うん、はい、作品は、はい、一つは、はい、注文の多い料理店、あ、来た、宮沢賢治、はい、でもう一つが、まあ、はい、もう一つも宮沢賢治なんですけれども、はいはい、銀河鉄道の夜、おお、カンパネルラーってやつね、はい、そうです、はい、まずはその2つをやっていこうかなと思ってるんですけれども、はい、はい、映像、はい、後ろですね、はい、このスクリーンに、はい、その中身の映像を、映像というか、うん、まあ、あの出していこうかな、イメージをなんか出していくって、はい、出していって、はい、で舞台もちょびっと作ります、うんうん、はい、ちょっとあの段差のある舞台を作りまして、はいはい、こんな感じで出てるっていうやつ、ね、はい、で読み手プレゼンターって言ってるんですけど、はい、プレゼンターがちょっと移動しながら、はい、でそして後ろがバックを変わりながら、うん、そして BGM とか、はい、SE、効果音ですね、はい、効果音が入りながら、はい、朗読を進めていく。ああ、なるほどなるほどなるほど、はいはい、でまあなぜ朗読をしたかというのが、うん、あのまあ、注文の多い料理店とか銀河鉄道の夜って、はい、まあ、ご存知の方多いかもしれませんが、はいはい、パッと聞かれた時にどんな内容でしたかって聞かれた時に、うん、こうさっと言える人がどんだけおるんかなと思った時に、あ、なるほど、もう一回改めて、うん、あの見てもらおう、聞いてもらおうっていう取り組みであって、うんうんうん、で、あ、注文の多い料理店、あ、こんな感じやったんや、うん、あ、面白いやっていうのを、うん、なんかこう掘り起こしていこうかなと、うん、はい、思っております、はい、なので今回は宮沢賢治ですけれども、はい、まあ、他の方の作品とかもいっぱいその、ね、あの青空文学で、まあ、そうですね、あの著作権の問題がありますからね、はい、著作権ないものをどんどんこう、はい、発掘じゃないですけど、ね、はい、また名作いっぱいありますから、そうですね、はい、再利用って言ったらおかしいですけども、はい、そこをなんか皆様にお届けできればいいかなという、はい、企画でございます。なるほど、はいはい、企画名は、はい、うん、物語を楽しむと、はい、っていう企画名でございます。おーおーおー、そのままでストレートやつ、はい、演劇派からず物語を楽しむ、はい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 、そしてあの、まあ、先ほど言いました、注文の多い料理店は 3部に分けてます。3部、はいはい、そして、銀河鉄道の夜はちょっと長いので、はい、うん、多分20個以上に分かれます全20話、まあまあ一冊ありますからね、はい、そうですね、はいはい、あのそういうふうに分けてちょっとそういうふうに見せて、はい、注文の多い料理店ってほんまあの、はい、僕確かねあれ何やったっけな、中学か、はい、なんかの教科書に載ってましたね、確かに、ここの教科書になんか、はい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 、で読んだ覚えがありますね、はいはい、だから中学の教科書の一節に入ってこれるぐらいの短さですもんね。そうですね、ね、はい、うん、これまあ3部ぐらいに分けて、はい、あれを3つに分けるっていうのがすごいなと思うんだけど、はい、なるほど、はい、何分ぐらいですか。大体ね10分前後だと思います、はい、1本 10分ぐらい、はいはいはい、で分けてやろうかなと思ってますので、うん、はい、あのまあ、聞いて楽しんで、うん、見て楽しんでいただこうかなっていう作品でございますね、うんうんうん、はい、そういう配信をちょっと、演劇派からってやっていこうかなね。だからあの、ま、前にねあれですもんね、ここで朗読劇やろう言ってましたもんね。そうなんですよ、はい、その台本はまだ、ね、未発表の台本、ね、未発表のやつがあるそうなんで、はい、まあ、それはまたできればここでやりたいですね。そうですね、それはあれは生で見てもらうようにするので ね、そうですよね、そうなんですよ、はい
はい、だからその結構ほら何ステイホームの時に、はい、いろんな役者さんが実はもうすでにその青空文化を使って、はい、朗読の、ね、ね、コンテンツを、はい、YouTube にすっごい出してあるんですよね、はい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 、でやっぱうまい役者さんがやるとすごいんですよね、はい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 、僕一回ね愛媛で、はい、愛媛キネコ映画祭っていうのがあって、はいはい、その子供映画祭なんですけどね、はい、でそれにあの人、高橋克典、はいはいはい、高橋克典が来て、はい、その子供向けもう4歳児か5歳児向けの絵本を読むんですよ、はいはい、で結構かっこええ高橋克典が、はいはいはい、なんか僕はとか言ってみたり、なんかワニの声をやってみたりとか、俺はとかって言ってたかなと思ったら、なんかネズミの声で僕はとかって言ってたりとかっていうのをやっとはるんですよ。でもやっぱうまい、やっぱすごいなって、役者さんってやっぱすごいなと思いましたね。朗読させてもうまいんや。そうですよね、ね、でも朗読って実はちょっとテクニックがいって、そうですね、ね、はい、ちょっと違うんですよ、ね、意外とね、演技するのとはちょっとちゃうんですよね。そうです、リーディングの舞台あるじゃないですか、うんうんうん、リーディング舞台は、まあ、もちろん演者が動いてはいますけども、はい、その舞台以上は舞台みたいには動かないんですけども、はい、まあ、ちょっと動いて見ててもいいけども、はい、やっぱ目をつぶってこう聞いてはる方、あ、なるほど、結構いらっしゃるんですよね。でそこは、まあ、はい、そこに出てる役者さんに聞いたんですけど、はい、その間あるじゃないですか、うん、間を普通の舞台の間を若干ワンテンポ短くするって言ってましたね、うん、はあ、なるほど、はい、そういう見せ方をしないと短くするんだ、はい、短くしないと聞いてる分うんって思うらしいです。でそのうんっていうのをなくすために若干ずつ短くして、へえ、そうなんだ、まあ、その辺がテクニックらしい、ね、なるほどなるほどなるほど、へえ、はい、まあ、そういうところと、あとはもうどういうふうにこう臨場感というかね、はいはいはい、どんだけ自分が想像ができてそれを、うん、言葉で伝えれるかっていうことがポイントになってくると思うので、まあそこはまあ一応ね後ろに映像を出すので、はい、その辺で楽しんでいただければいいのかなと思いますね。なるほど、音と音とね、はい、音と、はい、まあだから音が入る分だけね、そうですね、ちょっとその、はい、まあある意味こう喋り手はちょっと助けられる部分がありますよね、はい、でも、ね、聞いてる方も、はい、実際 SE と BGM は後で入れる、うん、あ、後付けね、後付けね、あ、そうか、そうか、後で入れます、はい、そうかそうかそうか、なるほど、演者には聞こえない、なるほど、なるほど、いやいや、でもほら演者が助けられるっていうのはその演者が後からねっていうより、その聞いてる人が、あ、そうですね、想像しやすくなるから、はいはい、そういう意味では演者助けられるよねっていう話ですね。映画とかもそうです、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、だってアクション映画とかでも、はいはい、SE なかったら本当に何見せられてるのか分かんないですから、はいはい、ドスとかでバスとかっていうのを、ね、やっぱ聞こえないと全然迫力ないんですよ、はい、やっぱ音とやっぱり光で、うん、ですね、大きいです、大きいです、めちゃめちゃ大きいです、ね、はい、存在は大きいですよね、はいはい、まあ、そういうのをねちょっとね皆さんに楽しんでいただこうと思いまして、はいはい、今日ちょっとプレゼンをさせていただいたという感じでございますけれども、はいはいはい、8分ぐらいです、はい、今で、はい、まあちょっとね発表の時期がまだ決まってないんですけれども、ねはい、一応撮影は、はい、2月の、はい、13日お13日、はい、来週ですね、はい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 、来週ですね、はい、来週に撮ります、撮りますと、はいはいはい、そしてそこから編集して、はい、まあ、いつ出せるかなと、ね、3月ぐらいから、3月ぐらい、はいはい、1週間に1回配信していこうかなと思ってますので、はいはい、まあ、1週間もうちょっと短くなるかもしれませんけれども、はい、そのぐらいの感覚で配信していこうかなと思いますので、はい、なるほど、お楽しみいただければ、じゃあ3月からこのコンテンツが見れると、そうですね、はいはい、物語を楽しむ、はい、物語を楽しむ、はい、演劇図らずのホームページで出していきたいなと思ってます、はい、はい、ぜひ物語を楽しんでいただきたいですね。無料でございます。はい、はい、無料ですから。はい、はい、時間測ってない。測ってますよ。測ってる。OK、よかった。俺も一応見てて、測ってるかどうかわからなかったから。はい、はい、はい、そんな感じのプレゼンでございましたけど。はい、はい、もういいですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。はい、はい、はい、ということで、プレゼンでございました。ありがとうございました。それは、うん、短すぎたら罰出てる。いや、まあ、それはないやろ。ないね、それはないでしょ。短いのはないでしょ。オーバーして罰出しましたけど、ね。それは、何やったっけ、はい、10分か5分とかやったら、それは短すぎるやろという話なんだけど、まあまあ、はい、8分か9分ぐらいよね。はい、そうです。9分ぐらいですね。9分ぐらい。1分マイナスぐらいですからね。はい、
マイナスか。はい、それでは行きたいと思います。はい、はい、このプレゼンありかなしか判定。せーの、はい、丸三つでーす。まあまあこれで罰出すことはないやろ。これで罰出すことはないよ。まあ、俺は罰出してもええかなと思ったけど。いやいや、はいはい、いやいやいや、やっぱりあれでしょ、ドキドキするでしょ、ドキドキするでしょ、どっちやろうって。もうこうやってもう罰か。まあまあ、あのここ面白いのが、これ、はい、あのさっきも高橋さん言ってたけど、あの普通はね、あの罰を出されたら、はい、告知ができないっていう、はい、ゲームをやって罰が出たら告知ができないという、はいはいはい、告知が終わってからやから。そうですね。別に顔がどうなろうか、はい、告知はもう終わってるんで、すべて仕事は、そうそう、仕事終わってるよねっていうだけの話ではあるんですけどね。はい、はい、まあだからこんな感じでやってますんで、どんどん言ってきてくださいねっていう感じなんですけど。はい、ありがとうございます。はい、ということで、このプレゼンありかなしかは、小坂部五郎さんでした。ありがとうございました。はい、じゃあ行きます。あゆみ、これ新鮮やん。次あゆみやれや。なんかやれ、なんかやれ、なんかやれ、はい、どうしようってなる。はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、お店の情報です。はい、はい、本日2月5日は、はい、マテリアルのチョイスの日です。チョイスの日ですね。はい、はい、ファーストチョイスがさよならまでの30分、はい、セカンドチョイスがマディソン軍の橋、はい、楽しみますので今日はね、はい、ぜひぜひお越しください、はい、お願いいたします。はい、はい、明日もございまして、はい、明日もファーストチョイスがさよなら5日、セカンドチョイスが浪江、雑貨店の奇跡、はい、はい、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、ちょっと明日待ってるよ。ちょっと明日待ってるよ。はい、はい、で7日がチームラッシュ、はい、走るイベントがございますので、はい、ぜひぜひお越しください。そして11日、はい、12日もね、はい、チョイス決まっております。はい、ぜひぜひお越しください。うん、はい、内容はまた見てください。見てください。見てください。はい、お願いいたします。はい、でこれが大事。はい、これ大事です。はい、フリーマーケットです、はい。はい、フリーマーケットいたします。お店でやりますので、はいはい、雨天結構です。雨天結構。雨天結構は大事ですね。はい、はい、19日の、まあ、雨天でできるからね。はい、はい、19日土曜日、はい、20日日曜日、2日間かけて、はい、フリーマーケットいたします。10時から18時の間で、開催いたしておりますので、ぜひぜひお越しください。はい、お待ちしております。はい、入場無料となっておりますので、はい、休憩するとかね、お店なんかちょっと見たいなって、うん、でもなかなか入りづらいなと思う人もじゃんじゃんお越しください、はい、お願いいたします。でそれに合わせまして出店者さん募集しておりますので、はい、ぜひぜひ、お問い合わせください、はい、ちょっとね割引して、うん、出店料も割引して、はい、おりますのでぜひぜひ、はいはい、ご覧ください。お願いいたします。はい、はい、今日別にそんなにあの焦る必要なかったね。だいぶ時間。え、本当ですか。うん、だいぶ時間。ゆっくり喋ればよかった。まあ、あの後でゆっくりしといて。ゆっくりしときます。ゆっくりしときます。ゆっくりしといて。はい。はい。ありがとうございました。はい。あ、これ返しとくわ。はい。高橋さん。おはようございます。今日はゆっくり行こう。おはようございます。はい。はい、シネマ2U のからです。はい。朗読劇場には言えませんのでね。先ほどね、ちょっとね、罰をつけたい気持ちもあって、うん、ああ、なるほど、なるほど。でもね、うん、あのマテリアさんからもらった年賀はがき、うん、切手シート当たったんで、当たったのこの感謝も込めて、ああ、なるほど、なるほど。感謝も込めて、はいはいはい、まあ、俺それまだ見てへんの、見とこう。少ない枚数の中だったんですけどね、うんうん、当たりました。マテリアさんがいただいたので、それでお礼っていうことで、ああ、お礼だそうです。それがなかったら罰か。年賀状出してよかった。皆さん年賀状出すもんですよ。はい、で、あの先ほどチョイスなあの、はい、言ってましたけどね、うん、あの浪江雑貨店、うん、ね、はい、あのはあの山田涼介、うん、平成ジャンプで、ね、山田涼介君、はい、彼が出る映画は割合いいんですよ。まあね、それ彼と松竹さんと相性が良くて、うんうんうん、彼が出る松竹映画って割合いいと思うんです、うんうん、彼は多分脚本読んでると思うんで、はい、そんなの割合ちょっとジャニーズでちょっと今後演技を見てほしいなと思いますし、昨日から大怪獣の後始末、あれも山田涼介、はい、あの東映と松竹さん合体ですけど、ね、はい、
あれもちょっとまだ見てないんですけど、はい、良さそうなと思いますね。見ていただきたいと思います。はい、で先週がですね、マドンナとマイケル・ジャクソン行ったんですけど、うん、今日もちょっと1980年代に関係ある作品の一本ですね。うん、これあんまり皆さん見てないですね。うん、踊る I Love You ということで、2014年、イギリス映画でございます。イギリス映画、はい。これはもう、まあ、何年かぶりに会う姉妹がですね、うん、はい、まあ、また昔の恋愛とか思い出してやる作品でございますけど、うん、これはね、あの単に、歌がですね、うん、マドンナであったり、はい、ホイットニー・ヒューストンだったり、はい、シンディ・ローバーだったりジョージ・マイケルの曲を出演者が歌うと、うん、だからマドンナの曲は何なんですけど、なるほど、そういうマドンナつながり、あれ楽しい作品でございます。うんうん、はい、踊るアイラブ、結構あのイギリス映画ってそういうのありますよね。そうです ね、 そうですね、まあ、ミュージカルじゃないんだけど、うん、なんかその歌を歌うっていう、これはだからどっちかというとその、まあまあ、あのセリフを、うん、我々セリフを歌うミュージカルあるじゃないですか。うんうん、関係なしに、ね、なんか雰囲気だけで、うん、ね、なんかパーティーがそのシーンに飛び、そう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 、でその時に歌っちゃうんですね。だから我々見やすい映画なんで、はいはい、これはそんなに公開数ヒットされしてないんですけど、はい、意外といい作品なんで、なるほど、バレンタインでも近いですから、はい、デートムービーとして見ていただきたいと思います。はい、でもう一本はもうこうセリフを、はい、が全部歌になっちゃうからね。来ましたね、はい、来ましたよ。はい、こちら。今年の番組ですね、ウエストサイドストーリー2021年のアメリカ映画ですね。満を持して、はい、スティーブン・スピルバーグでございます。はい、原作はアーサー・ロレンツでございます。うん、これ全然知らなかった話があって、何がロミオとジュリエットですね。そうですよ。いやだからロミジュリの一番最、ある意味一番最初にそのロミジュリをこうネタにして下敷きにして作って世界的ヒットしたやつ。全然しなかった。だからもう映画が別やから、うん、その前昔のウエストサイド物語でやりますし、うん、今度ウエストサイドストーリーから、うん、全然しなかった、うん、あのミスかなと思って、ウィキペディア越しとか、なんでロミオとジュリエットのこれはウエストサイドのストーリーが原作やと思って、いやそのロミジュリです、なんか知って、ほんで、はい、だからそのベランダのシーンとかが、はいはい、あるんですよね。ありますね。はい、でこれは、昔はありました。はい、1900、はい、今日持ってきましたよ。1900ね、これもあると思ってます。まあ我々これが一番強烈に残ってるというの時の ナンバーは全部使ってるんです。はいはい、曲はだから全部今回も使ってる、うん、でもその、あの曲調はまあ 今、はい、今もう一回デジタルでやってるという感じですね。だから、昔の作品はこの1960年代に1960年の、うん、まあ、ロケとかしたりを映してるんですけど、はい、今回は、2011年に1962年を再現した、うん、だから綺麗ですね、前はね。なあ、そうです。なんかその辺を見ていただきたいなと、はい、ほとんど上映時間も一緒で、はい、ございます。はいはい、で今日はですね、はい、フリマに出そうかな。出た、これ出た、ウエストサイドストーリーの、その1900、うわぁ、これすごいレコードで、コロンビアレコードの、あゆみさん、レコード、このレコードしてます。こんな、出してもらって、この、ね、こんなサイズのこう、ね、シングル版、33でもお母さんが持ってた33回転のシングル版ですよ。 EP でございます。33回転見ていただきたい、はい、45じゃないの、はい、見ていただきたいと思います。いろいろで、これが、これは知ってますかね。これも、はい、公開時のなぜか持ってたというね、はいはい、そう、ひろたんちょっと処理行った時に、これそのシーズン、浅井そのなの、すごい、はい、これもフリマだそうかな。これはあのマニアは高値で買う、うん、ちょっと汚いんですけどね。はい、これそのシートね、あります、そのシート、はい、ちょっとね、あのペラペラのやつです、ペラペラのやつ、ペラペラのやつ、あの19日ですよ、18ですよね、フリマがね、はい、19ですね。だからちょっとその前の日に、これすごい、ちょっと私だけ独占書かな。なんか書いてましたね、なんかなんでございますか、フェイスブックで。それがね、はい、あれ古いですけど、これが今年の、はいはいはい、ウエストサイドストーリーの非売品でございます。出た。これは出しません。出しませんのでね、はい、でございます。でもそうなんで、やっぱりあの名作を、これを、まあ、前のも見ましたけども、はい、まあ、それを見なすのもいいですけど、はい、やっぱりこう完全に、映画会社さんから言いますと、リメイクでもなしに、うん、パワーアップバージョンです。だからほとんどもう話も一緒やし、展開も一緒だと思いますけど、バレンタインデーに見ていただきたいと思います。はい、もう一個ね、アントニキをプレゼントで、バレンタインデー時間に、これは振り舞い出さないよ。はい、監督が好きなラブアクチャリーのポストカードでございます。おー、やったー、嬉しい。はい、これあの、ね、2月14日バレンタインデーにここでみんなで見ようか。いいですね。
そうなりますんでね、はいはい、まあ、あの映画も見ながら、フリマンもこれはいい、フリマンの話もめっちゃしときました、はい、年賀はがきの力でございます、素晴らしいです、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあはい、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、なんか今日はあれですね、あのまあさすが3本目っていう感じです、そうですねなぜか日本収録のはずやね、3本撮ってるというね、たまにある3本、はい、3本目なんで、なかなか、はい、あのでも今日そんな息切れしてないんですよね、なんか、うん、なかなかあの楽しく僕はさせていただいてるんですけど、まあ、リハーサルがあったり、リハーサルが1回ねありましたね、はい、そんな感じでやっておりますが、まああの、マンボウがねまだね、多分この時点では開けてないので、はい、はい、まだまだその皆さん注意してね、はい、動かないといけないんですけれども、はい、そんな中でもね、まあ、映画やなんやっていう形で皆さん楽しめるものは楽しんでいっていただきたいと思いますし、この番組でもどんどんその楽しめるものをね、はい、紹介していきたいなと思ってますので、またあの演劇やカラスの、はい、物語を楽しみにしておいていただきたいですし、はい、高橋さんがやってるラジオも聞きながらですね、その紹介される映画をね皆さんぜひ楽しんでいただければなと思ってます、はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います、皆さんどうもありがとうございました、はい、ということでさよなら、今日はめっちゃ短い、これ斜めに撮っといためっちゃ斜めに撮っといたどこまで行こうか